こんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生、今回もよろしくお願いいたします。では、今回は前回の続きになりますので、まずまとめからお願いいたします。はい、今回のノーベル賞を受賞した本庄教授は免疫への研究でした。はい、免疫というのは常に外敵から身を守るシステムで、はい、人間には2段階あり、高度な防御システムがあったということですね。本当にあの免疫について前回話していただいて驚きでしたけれども、はいはい、ところで本庄教授は具体的にはどういった研究だったんですか？はい、あの PD-1 という画期的ながん治療薬の開発に結びついた細胞を発見しました。はい、その前に前回まで免疫のシステムを勉強しましたが、うん、まあ、前回も少し話しましたが、がんはどれくらいの割合でできているのかを知っていますでしょうか？あの何回も先生に聞いてますけれども、はい、もう体の中でできたり消えたりということで、はいはい、絶えずできてるんですよね。はい、そうなんですね。がんは、すなわち我々の正常細胞が異常に増殖した細胞なんですね。はい、実はがんは外から入ってきたがん敵ではなく、自分自らの細胞が変化したものなんですね。ではなぜそのがん細胞が消されなくなっちゃうわけですか？これはもうすごくいい質問で、あのそれが今回分かってきたってことなんですね。はい、がん細胞は成熟してくると免疫細胞に悪い仕掛けを実はするんですね。イラストでいう免疫細胞、ここでいう左側の T 細胞の表面には、はい、まあ、下側の PD-1 というものが出てきて、がんとがっちり握手して、なぜか免疫細胞ががんに攻撃するのにブレーキをかけてしまうんですね。PD-1 の上の線は免疫細胞ががん細胞を認識するところを描いていますね。なんか分かったような、分かんないようなもう少し簡単にお話しいただけますか？なかなか難しいんですけど、はい、通常がんは免疫という防御機能にいつも消されるのですが、がんがこの免疫細胞に自分たちに攻撃しないように細工をするということですね。まあ、イラストで説明すると、がん細胞は自分が敵ではないと欺くために免疫細胞に握手、これ下の線である PDL1 ですね、を求めます。握手された免疫細胞はがん細胞を敵ではないと認識し、これは PD-1 ですが、して攻撃を止めてしまうんですね。免疫細胞の働きを抑えたがん細胞はその間にどん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 増殖していくんですね。じゃあ免疫細胞を騙して、はい、そしてがんは増殖してしまう、はい、ということなんですよね。そうですね。でこれが今回なんで分かったわけですか？これはですね、このイラストの下にあるように、はい、PD-1 阻害剤、正式名称が括弧の中にある免疫チェックポイント阻害剤というものが発見されたんですね。うん、例えて言うところの免疫細胞ががんと握手するところを阻むものが発見されたということですね。じゃあ今回免疫細胞ががんと握手して仲良くなってしまう、これを阻む薬ができたということなんですね。はい、今までの抗がん剤はがんをともかく攻撃していたんですね。しかし本庄教授が見つけた免疫チェックポイント阻害剤、はい、これ薬品名で言うとオプジーボというんですけど、は、がん細胞を直接攻撃するのではなく、がん細胞がブレーキをかけていた免疫細胞の働きを活発にして、がん細胞の縮小を図るがん免疫療法薬なんですね。これちょっとあの分かりにくいので言葉で言うと、がん細胞は自分が敵ではないと欺くために免疫細胞にこう握手を求めます。はい、握手された免疫細胞はがん細胞を敵でないと認識して攻撃をやめてしまうんですね。免疫細胞の働き、この働きを抑えたがん細胞はその間にどんどん増殖していくのですが、オプジーボはその握手を阻止して免疫細胞にがん細胞敵だと知らせることができる薬なんですね。じゃあ新しい仕組みの薬なわけですよね。はい、新しい薬ということでデータはあるんですか？これ2014年の時の治験中の話ですが、はい、まずは投与を受けた患者の約2割に有効とされました。疲労や下痢などの副作用が出たのは131人中76人。はい、まあ、これ治験中ですので、比較した従来使っていた抗がん剤タキソールでは129人中111人、すごい副作用が出てますが、またうち重篤例は、オブジーボでは9人、ただタキソールでは実は71人。
抗がん剤治療で多くの患者さんが苦悩する脱毛症は、うん、オプジーボではいなかったんですが、タキソールは29人といった、で、腺がん、肺がんに関して腺がんでも生存率でタキソールを上回り、オプジーボの有効性が明確であるとして、いずれの治験も途中で異例の中止となり、早期の実用化に至っているので、実は他の抗がん剤よりも副作用が少なく効果があると言われております。めちゃめちゃいい薬じゃないですか。そうなんですね、はい、特にこれ基準的にはもう本当にいい薬なんですが、うん、はい、ただこの薬オプジーボは2014年4月に皮膚がん悪性黒色腫、これメラノーマというんですが、うん、の新薬として世界に先駆けて、はい、日本の小野薬品が開発して承認されました。また2015年の12月に肺がんについても追加承認されておりますね、うん、じゃあいろいろながんの患者さんに適用されているわけですね、はい、もう基準的には本当そうでして、現在では大腸がん にも適用するべく治験が進行していると私は聞いています、はい、ノーベル賞っていうとなんか難しいっていう頭があってなかなか理解もできなかったんですけれども、今回はいろいろと分かりやすく教えていただいてありがとうございました、はい、あの次回はこのオプジーボの効果について具体的にお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今年も日本人がノーベル賞を取りましたね、はい、京都大学の本庶教授が取られましたね、はい、うん、ちなみに、医学はわかるでしょうが、はい、生理学賞の生理という言葉を説明します、うん、あの生命現象を機能の側面から研究する生物学の一分野で、解剖学と比較され、車で例えるとですね、はい、生理学が電気系統で解剖学は部品系統という、ものですね。そうなんですね、はい、初めて知りました、はい、今年のノーベル医学生理学賞の本庶教授の話、はい、今回が3回目ですが、はい、ですね、またちょっとまとめていただけますか。はい、まず我々がバイ菌とかがんとかの敵から身を守るためのシステムを免疫と言います、はい、それは人間では2段階あり、高度な、うん、あのシステムとなっています。そこで今回の本庶教授の発見は全く違った観点から、はい、がん治療特に免疫療法の新しい発見をしたということなんですね、うん、